おはようございます。速稼塾の久保です。新型コロナウイルスがかなりね強力で私たちの生活を脅かして、そして世界に広がっているわけですよね。で、中国の方では専門の収容施設、1000人規模の収容施設がなんとね完成して、今日から竣工というかね営業開始だそうです。まあ、そしてねプラスアルファもう1個こういう施設を作ってるそうです。なんとね10日間で1000人収容できる施設、病院をね作ってしまった。冬季中国ですよね。これすごいですね。世界中がびっくりしていると思います。で、裏を返せば本気になればどの国でもこのぐらいのことができるっていうことなのかなと思っちゃいますけども、本当に建設にかかった方ね、ご苦労様でございます。本当に一つの希望だと思います。で、この施設のことなんですけども、1400人ぐらいの医療従事者の方がここに入られるそうなんですよね。さすがだから中国ですよね。中国全土からそういう方を募ってですね、ここに勤務していただくって形になると思いますし、勤務する以上そういった勤務医さんの生活スペースとかも併設されてるんだろうなと思います。まあここがね中心にまた新型コロナウイルスが撲滅できればいいなと思うんですよね。はい、それでですね、今日お話ししたいことっていうのは、こういう危機の状態でも自分の身を守るためにやっぱりねビジネスを所有しておいた方がやっぱりいいでしょう。今日こういう時、多分東京とか都心とかね大阪とかって結構そのウイルスのキャリアさんがいる可能性が高いと、ご不安を抱えながら出勤される方とか電車に乗られる方とかもいると思うんですよ。で、マスクをね着用しようと思ったらマスクがないとか、アルコール消毒しようと思ったらアルコール消毒があんまりないとかなってきて、不安を抱えながらね自分が感染するんではないだろうかとか、自分がキャリアとなっていろんな方にウイルスを振りまいてしまうんではないだろうかっていうふうな不安を抱えながらも出勤せざるを得ないと思うんですよね。でもそういう時に自分が在宅でできるビジネスを所有しておいたらどうでしょうか、アフィリエイトを所有したらどうでしょうか、ネットワークビジネスをマスターしたらどうでしょうか、そして投資 FX ができたらどうでしょうか。逆に出勤したら仕事にならないんですよね。だから出勤せずに自分の部屋の中でいつもねチャートを見ておくとか、そこで取引をするとか、例えばこういうふうなねパンデミックが起きた時っていうのは相場のあれがあるんですよね。でなんかちょっと前でしたけども、マスクを作ってる会社がなんかね値上がりしてそこで儲けたって方もいらっしゃったりとかね、まあ、いろいろあるんですよ。そういう時には事故の裏で富豪が生まれるって、こう私の放送で何回も言ってましたけども、本当にこういう時にね利益を大きく取るチャンスがあるのは普段の お仕事をされてる方ではないんですよ。皮肉にもこういった情報を扱ったりとか、その相場を扱ってる方には大きなチャンスが来るんですよね。皮肉にもそうですよ。で、私もこのチャートを見ててね、まだ今日はドル円が動いてないですけども、大きく値崩れしたりとか値上がりしたりとかするところもあるんだろうなとぼんやり思ってるわけですよ。で、今回の動画の結論なんですけども、やっぱりね自分のビジネスを所有する、自分の投資を所有してないと、いつまでも世の中が危険な時にその世の中に飛び込まないといけないって状況が来るってことなんですよ。で、私はですね収入源がやっぱ一つではなくて二つではなくて三つ、一つに依存したりとか二つに依存するんではなくて、常にたくさんの入り口をね開けておかないとなかなか厳しい時代になって言ったんではないかなと思うんですよ。人間マルチタスク時代と言いますかね、専門性を有していながらもその他のことも広く浅く認識しているっていう形ですかね。そういう風な自分のライフスタイルを作り上げないとなかなか苦しいんではないかなと思うんですよね。さあ、それではね本日の放送は以上ですけども、なんかセブンイレブンのシャツ着てますよ私ね。まあ、別にセブンイレブンに勤め始めたわけではなくて、私こういうね服がなんか結構あるんですよ、なぜかね。これなんかちゃんとお店で使われてたやつですかね。こう後ろにバックプリントもあるんですけども、まあ24時間育児パパということでちょうど似合ってるかなと思いますね。では、いってらっしゃいっていうか、ご安全に。